DV で離婚しても今日から幸せになる方法。松の木さん、モラハラ DV を受けて離婚しました。今から再婚相手や仕事を一から見つけていくなど新生活への不安もあります。一日も早く立ち直って幸せになるためにはメンタル面ではどのような心持ちでいたらよいでしょうか。また幸せになるための実際の毎日の行動面についても教えていただけたら幸いです。モラハラ DV を受けて離婚できたということなんで非常に良かったんじゃないかと思います。素晴らしいことだと思います。なかなか離婚まで至らずにずっと DV を受け続けているという方の方がものすごく多いと思いますので、そこは素晴らしくいい決断をされたということで、きちんと行動を持ってですね、行動力を持って対応できたということで非常に素晴らしくね思います。なのでこれから自立して生きていかなくてはいけない、自分で生活していかなきゃいけないという部分で、もちろん大変な部分、厳しい部分というのはあるとは思いますけども、今までのそういう苦しい部分と比べると自由に生きられるということで、新たな出発、新たなスタートラインに立てたのではないかなということで、基本的に喜んでねいいんじゃないかなというふうに思うんですね。なのでもちろん不安もあるんだけど、今までのマイナス面から考えるとそんな不安っていうのはもうほとんどゼロに等しいんじゃないでしょうか。それはね、今までの体験の方がものすごく大変だったわけだから、それに比べてこれから起こってくることっていうのはさほどそれほど困難なことではないと思いますね。なんであまり心配してもしょうがないので、やれることやれる範囲でやっていくしかありませんから、今日できることを一生懸命やってください。何もしないでいるから不安になるので、今日できることを一生懸命やってると不安というのは自然と現じていきますね。あと、幸せになるための実際の毎日の行動面について教えてくださいって言うんだけど、幸せの授業っていうカバさんの本は読んでいただきましたでしょうか。幸せの授業読んでないと思うんですけども、読んでるとこういう書き方にはならないんですね。幸せになるってこと自体がそもそも間違えてるんですよね。幸せになんかなれないんですよ、はっきり言って。人間っていうのは今の幸せを感じることしかできないです。だから今そういう離婚ができて素晴らしく幸せだっていうことが、今あなたはもうすでに幸せになってるんですね。実際にその DV を受けていた時と比べるとどう見てもはるかに幸せになってると思うんですけど、その幸せを感じ取るっていうことが重要ですね。そこを噛み締めていくってことが重要ですね。今ある幸せを感じ取れない人は何を手に入れても幸せは感じ取れません。お金を儲けたとしても、パートナーが見つかったとしても、文句や愚痴や言い訳やそんなことばっかり言うだけで何の幸せにもならないんですね。今ある小さな幸せに幸せを感じられる人は、オキシトシン的な幸福を得たら幸せだと思えるし、お金を得たら幸せだというふうに思います。今ある小さな幸せに感謝できない、今ある小さな幸せに気づけない人は、大きな幸せが来たとしても気づけません。つまり幸せになれないですね。だから今ある幸せを見つける練習をするというのが幸せになるための究極の方法である。これが幸せの授業という本に3つの幸福以上に分かりやすく説明されていますので、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。幸せになるもんじゃないです。もうあなたは幸せなんですね。今のあなたはもうすでに幸せなんで、そこに気づくべきで、そしてそこに感謝すべきですね。はい、そうすればあなたはもう今日から幸せになれます。ということで、 DV を受けて離婚しても今日から幸せになるという方法でした。樺沢旬の新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので、誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF、 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。